はい、では皆さんこんにちは、はい。ではこれからですね沖縄姉妹講座の第3回目沖縄姉妹の特徴ということで始めさせていただきます。よろしくお願いします。まずですね姉妹の分類ということで出しておりますけども姉妹についてですねこちら。 3つに分類しておりますまず上から「孫洛獅子舞」その次に「うか線せん獅子舞」で「創作獅子舞」ということで分類をしておりますのでそれぞれについてご紹介したいと思います。孫楽姉妹ということでご紹介しますけどこれはですね、まあ、沖縄の獅子舞各地に伝わっている獅子舞のことを「孫洛獅子舞」とさせていただいております。この えまあ地域ではですね上獅子であったり獅子、まあ、がなしなどと言われてですねますでまた村落によっては、えー、その獅子をですね村外に出すことを禁じておりまして、まあ、その代わりといったなんですけども、えー、外部、えー、イベント等でまあ使用できる交流用の獅子、まあ、交流獅子とかまあその他に呼び名はあるんですけどそういった獅子をですね 持っておりましてそうういいった外部で演舞するということこもございますまたですね獅子舞については村にもよるんですが「まあ、型」といいましてある程度ですね形式化された、まあ、舞とか、まあ、舞というか踊りというかですねを行うところもあったりあるいはまたですね特に形式というものはなくて、まあ、割と自由に即興的に舞うというところも ございまして、まあ、地域それぞれで、えー、まあ、様々ということでもございますので、まあ、そういったところをです、ね、またこの後ご紹介したいと思います。続きましてです、ねえー、こちら、羽川線姉妹ということですね。まあ、これに関しては、私の方がちょっと勝手につけた名称にはなるんですけど、先ほどの村落市姉妹というのが、まあ、村で,です、ね、演じられている。市姉妹ということなんですが、まあ、かつてです、ね、第二回目でも、市姉妹の歴史ということで。 紹介はさせていただいたんですが、まあ、首里城の方でですね札幌の儀式の際に演じられていた獅子舞というのがあったということでこれは尊楽獅子舞とはですねちょっとまた異なるもの、まあ、つながっているとは思うんですけども、まあ、ちょっと違うものということで考えまして「関心踊り」で踊られたということで「うか戦獅子舞」ということでさせていただきました。 以前ご紹介させていただきました「中山伝信録」という書物があるんですけどもえそれよりもですねまあさらにまあその源図と言われているものが最近発見されましてこれがですねまあ札幌琉球禅図というものになりますけどもこちらですねこちらの方がえっとこの首里城ですねが描かれてましてまあカラーで描かれているといった状況でその北殿こちらですね北殿があってそこに舞台が。 設けられていいるということでこちらがそれをズームしたものですねになっておりましてここで獅子舞が獅子舞であったりまあ 二人の同時そしてて音楽体が描かれいいるということでまあ中山伝信録と、えー、ほとんど描かれている内容は、えー、同じなんですけどもこちらの方がですねよりカラーでもありますのでより詳細にですね描かれているというところで大変注目すべきところでございます。で前回も申し上げましたけどもこの右汗線の際の獅子舞に関しましては村、まあ、楽の獅子がですね、まあ、沖縄本島はほとんど1頭で出るのに対してこちら2頭で 演じられていたということですねということが大変注目されるところでございますけれども、まあ、八重山宮古に関しては今も二頭で演じられているというところで、まあ、共通している部分ではあるんですけれどもあくまでちょっと余談なんですが沖縄本島では一頭ずつというところで今話をしましたこのですねただ一頭ずつ演じられてと言いましても孫択によっては実は獅子舞の性別があるというところが言われているところがありまして なので,です、ねまあ、この「オスメス」というまあ伝承はあくまで口頭であるので、まあ、実際記録されてるわけではないんですけどももしかするとこういった羽官戦で演じられていた獅子舞これがですね地方にまあ払い下げられるというかですねまあ地域によっては「愚平郎」と言いまして誤廃寮「ご配領」と漢字では書きますけどもそういった愚平郎の獅子だよっていうところを言ってるところもありますのでもしかするとその際に各村々で オスとメスということとで、えー、もらった獅子というのがもしかすると地域に伝わって、えー、村々で演じられたではないかという説も、えー、ありますのでそういったつながりもですね、まあ、感じていただければと思います。それからですね分類は最後になりますけれどもこちら創作獅子舞ということでこちらも私の方で分類させていただきました。 創作師姉妹というのは今まで紹介した尊、まあ、楽獅姉妹に関しましては、えー、まあ地域に根付いて獅、ま、子、あ、がなしとか上獅子とか言われて信仰の対象にもなっている存在なんですけどもこの創作師姉妹に関しては、まあ、琉球舞踊であったりあとは創作エイサーですねの中の演出の一つとして獅子舞を演ずることがあってその時に、まあ、行う獅子舞のことを、まあ、創作獅子舞と させてていいただいておりますですので特にそういった何か儀式的なものとかではないんですけどもやはりその,その時に登場する姉妹まあこちら写真はレキオスさんのものを使わせていただいてますけども少しやはり聖獣としての性格は演出の中で見て取れますのでやはりその獅子舞の扱いとしては、えー、こういったあの聖なる生き物としてですね用いられているというところで まあちょっとまた孫洛姉妹とは違うんですけどもこういった姉妹も現在は広くいろんなところで演じられているということでこのように分類させていただきました。続きましてですねししの分布ととといいいいうところで見ていきたいと思います沖縄の姉妹の分布なんですけどもこちらですね北は伊平屋島から南は与那国島までですねまあ広範囲にわたって分布しております。 こちらですね瀬戸小正樹さんという方がですね調査された1九十六年の、まあ、調査したものがあるんですけどもこれによるとまあ約百八十三箇所に存在するということで言われておりますただしですねこの分布に関しては現在ですねまで獅子舞が実際演じられているというよりは、まあ、獅子頭がですね保存されているというところも含みますので そういいったところもございますでそれで2015年のまあ第30回の「姉妹フェスティバル」のパンフレット、えー、参照してみたところですねそこによると約144箇所あ約,、まあ、100約だと150箇所ですねの、えー、ところで演じられているようでして実際このようにまあ伝承されているのは大体150箇所ぐらいですねということで演じられていると思われます。 で今、えー、とお話しさせていただきました、まあ、瀬底正樹さんのですね書かれた、えー、こちら分布図になるんですけどもこれを見て頂ければ分かりますようにまあ結構いろいろ文字が並んでいるのでどこがどこなんだっていうのちょっとこれ一見しなければ分からないと思うんですけど、まあ、説明しますとどちらかというと獅子舞の分布というのは、まあ、北部よりは中南部にかなり多いんではないかなと思います。えー、それで,です、ね、また、えーと首里 を中心として、まあ、那覇ですね今の那覇市那覇市首里を中心として、えー、その周辺というのが非常に多いんじゃないかなというところで私の方は思っておりますそれから、えー、離島で言いますと、まあ、八重山でそして宮古などにも獅子舞与那国もそうですねが分布しておりまして各村々で演じられているとただし、まあ、大宜味村あたりでは獅子舞は伝承されてない。 えと行われてないというところでもありますので必ずしも各,村、えー、各市町村にあるというわけではない芸能ではありますがただやはり広くですね沖縄のこの島島々、まあ、村々にですね、えー、演じられているということが、えー、この分布図を見ればわかるわけです。えー、それとですね沖縄県ではないんですけども実はあの鹿児島県の、えー、沖永良部島、えー、そして 与論島にもです、ね、実はあの沖縄のによく似た、えー、シシマイが、えー、伝承されてます、えー、それでですねこの特徴としては、えー、その獅子舞もやはり三、あ、線、のー、だったり、まあ、そういう沖縄の楽器を使うわけですね。で、えー、っと興味深いのが一番その北限は沖縄系の獅子舞の北限は沖永良部島になるんですけど実はこの沖永良部島というのは、えー、っと琉球音階の使われる最北端とも言われておりまして。 それから上の徳之島辺りでは、まあ、琉球音階はほとんど使ってないというふうに聞いてますので、まあ、この音階のつながりからもやはりそういった沖縄系の獅子舞がこの沖永良部島まであるということで、まあ、そういった文化もですね大変、えー、興味深いところかなと思います,でです、ね、これまでも散々言ってはいるんですけども獅子舞はなぜ行うのかというところ。 で見ていいきたいと思うんですけど獅子、まあ、舞を行う意味はやはりですね、まあ、薬払いといいととうころが一番大きな目的でございますそれから悪役退散であと書き返しって書いてますがこれ「風痴芸師といいまして、まあ、要するに火事が起こらないようにですね火の気が起こらないようにそれを、まあ、防ぐために行うんだというところもありますしあと「柳文芸師というのは「柳文」というのは悪いものという意味ですけどもその悪いものを、まあ、追い出すという意味でやはり「 行うというところでこの獅子舞を行う意味というのが言われております。それからですね、ま獅子舞に対するまあ尊であったり、まあ、えー、そうですね敬称になりますけれども、最初の方でも村楽獅子舞の紹介でお伝えしましたが獅子がなしという言い方、えー、それから神獅子、えー、本獅子で踊り神っていう言い方もですね、一部あの論文の方では。 出されて獅子枯らしという、えーまあ、この枯らしに注目すると、えー、琉球のです、ね、王様に対してはなのでこの枯らしというのは、まあ、要するに「何々様」みたいな意味になるんですけどもでまた沖縄の言葉で「かなさん」という言葉がありますけどもこれはあの愛おしいとか「えー、愛してますよ」といったそういった意味になるんですけどもそういったですねやはりあの親しみを込めた ものがこの「悲し」いではないかなと思いましてやはり「獅子悲し,し」というのは王様のようにやっぱり上の存在でありまして大事にするべき存在なんだよということを表しているそういった言葉じゃないかなと思いますのでこれも沖縄ななならでででははのすすねいかなと思われます続きまして獅子舞を行う期日を示しました。 こちらですねまあ一応示してるのは全て旧暦でございますじゃあ獅子舞ってどういった時にですね演じるのかなというところで見ていきたいんですけども1年を1月から12月1月から始まって12月で終わるとしたところですね最もまあ早く始まるのは1月20日のこれ20日正月8日総月とか言ったりしますけどもそういった日にやるところが那覇市辻であったりまあ宮古島の一部地域ですね。 で行ううとといいことがございますそれから5月14日はこちら「ハーリー」「ゆっかの日」とか言ったりしますけれどもこの時はですね既、まあででねえーまあ、に旧盆の方今年は終わったんですけども7月13日から17日がまあ大体その土地土地によって3日だったり5日だったりっていうところで変わるんですけどもその旧盆時期にも獅子舞は盛んに行われております。 特にですね。ま八重山の方ではま獅、あ、子祭りとかま板、あ、槻原板、敷原といった行事があるんですけども、そういったこと。でもうお盆の時期にかなりの多くの地域で八重山では獅子舞いが行われます。そして沖縄本島の一部ですねこちらもですね。まあ、お盆時期にですね。 えー、姉妹を行うところ例えば宜野湾市の普天間であったり、まあ、北中城宿舎の汽車場というところですねが行いますで。それから沖縄市の諸見里とかではあの7月16日頃でしたね「えー、と旗すがし」という行事が行われますし。 あとは南城市の方ですね、佐々木の方ではヌーバレーという行事がありますけど、そこでも獅子舞を演じるところがありまして、旧盆時期ですね、この旧盆時期はご先祖様が帰ってきますけども、それを終えた後にまたお送りする意味でも、この獅子舞、でまたですね、帰れなかったその霊とかそういったものに対してお帰りくださいといった意味でも、獅子舞はこの時期行われているんだということも言われております。そして 最も獅子舞が多く演じられているのが、8月15日のこちら、十五夜祭でございます。十、ま、五、あ、夜祭は、ね、満月のもと獅子舞を行うんですけども、こちらは沖縄本島全域で,です、ね、行うわけです。こちらはまあ村々で,です、ね、法年祭であったり、まあ、村足日と言ったりしますが、そういった中で獅子舞が演じられまして、一節にはまあ獅子をおもてなしする。 意味でこれは行うんだというところで獅子のうといむちと言ってる方もおりますがうといむちはおもてなしですねそういった意味でまあ、ムラムラ上げて、えー、いろんな獅子舞以外も、えー、踊りとかですねま暴、あ、術とかもやりながら場所によっては獅子に対しての感謝を行う日なんだっていうところでこの十五野祭を行うところもございますではですね、えー、続きまして獅子舞の方についてご紹介したいんですけども まあ、しし舞というのはまあ様々ですねいろんな地域あるんですけども獅子舞についてはその厳格に肩を守っているところがあったり、まあ、即興で踊ったりするところもあるということはまあ冒頭でも述べさせていただきましたけども、まあ、タイプがですね、まあ、長峰三、ね、沙夫さんという方が、えー、出されている本の方を参考にすると、まあ、主に5つのタイプがあると言われています。 まずは1番ですね前方が数種伝承され動作も機敏で多様にしまいを行う村落それから2番前方が限られ少ない前の方でしまいをする動作がある程度限定されている村落で3番が前方らしきものがほとんどなくて即興で舞う村落で4番が二頭でしまいを行う宮古八重山地区で、まあ、その他ということで5番載、えー、せておりますね。こういったこ こういった感じでまあ七姉の方ということが、えー、ありまして、まあ各村々様々ということでございます。でですね、えっとこの型ということで、まあじゃあ具体的にどういったものがあるのかというところは、えー、まあ、プログラムを見ればある程度わかるんですね、えー。こちらがですね、まあ、例として平成30年の狩り、えーえー、寺の、えー、十五回七姉妹のプログラムを載せてますけども、えー、ここで ちょっっととと囲っていいるのが、まあシシのが獅子うことでございます大回りとか向こう突き出し足叩き三角十九位舞い九位といった感じでこの祭りの中でも獅子舞の肩がこれだけですね6つもあるというところでそれぞれ独特の型を持っているということでこれは首里の寺町もそうなんですが、まあ、他ですね浦添市だったり西原町なんかもこういったさまざまな 方をま1つの祭りの中で上演するというところもございます。これは一例としてご紹介させていただきました。えー、でですね。えっ、ー、と肩についてお伝えしましたが、ま獅子舞の上演形態ということで今出しております。まずですね。えっ、ー、と、まあ先ほど紹介しました。処理の寺町についてなんですけども、こちらはですね。まあ、沖縄本島のほとんどそうなんですけども一頭立ちといいまして、一頭だけで出てくるタイプの姉妹ですね。 こういった形でまあ一頭で出てくるものそれから石垣白穂の方を例にしてますけれども二頭立ちの獅子舞ということで八重山地域あと宮古もそうなんですけれどもに関しましては二頭で登場することが、えー、もうほとんどですねとなっておりますそれから、まあ、特例としまして元部長泉の方になるんですけどもこちらがですね操り獅子舞といいまして えー、こちらは人形ですね要するに糸でくくった姉妹を操って行うということで、まあ、いずれもです、ね、先ほど紹介しました姉妹1頭立ちも2頭立ちも人が2人入ってンずルタイプなんですけどもこの操り姉妹に関しましてはもう人が入るんではなくて人がまあ透明な釣り糸とかで,す、ね、で操るんですけどそれを操りながら動かすというところで。 ちょっとパペットというかですね傀儡といいますかそういったタイプのものになっておりますのでこちらはまあ沖縄県でも3カ所ですね元部長と名護市と那紀神村の方にまあ1カ所ずつ残っているということで大変貴重なものとなっておりますでは今紹介したそれぞれのしまちょっと動画でご覧いただきたいと思います。はい、こちら里、えー 寺のしし舞でございますこちらですね非常に、えーまあえーまあ、暗闇の中ですね行ってとても、えー、神聖な感じがするんですけども、まあ、こちらですね今やってるのが獅子、まあ、舞の方になりますけども非常に激しい舞ですねを行いますで。特徴としましてはドラのみで行うというところですね。 三振も入らないというところで大変何かやはり古い感じがいたします。 このような形で,です、ね、地、え、理、ー、の寺、えーまあ、シラジといいますがそこの姉妹です、ね、はこのように演ずるんだというところでご紹介をいたしましま続きまして石垣市白穂の姉妹を見ていただきたいと思います。はいえー、と今ですねこれ出てるのが、えーまあ、防ぎといいまして獅子、まあ、をあやす役割になります。 林がもう本当に八重山っぽいそうです、はいえー、今ですね、えー、このブギーにえー呼ばれて獅子が出てきました。 えー、このようにですね、あ、えー、の姉妹ですけども、沖縄本島とは違いまして、2頭で演ずるというところに特徴がございます。2頭を連れ立って、えー、この雄と雌ですね、えー、の獅子がそれぞれ出てきて、えー、演舞をするというところに、えー、特徴ですね、ございますね。これは石垣白穂のですね、まあ、宮良家という屋敷の前で。 行われている様子なんですけども、まあ、聴衆の方集まってその真ん中でですね演じるということでまた一種独特な、えー、演じ方となっています。 つきましては、元部長泉の、え、操り姉妹というところで、ご覧いただきたいと思います。こちらですね、えー、まあ見てお分かりのように、まあ。大体80センチぐらいの姉妹なんですけども、これをですね。糸で操っておりまして。はい、大体80センチぐらいありますけども。一人で、まあ、糸ですね、を。 後ろの方に見えないところに人がいましてそれで糸え釣り糸をですねこう引っ張りながら操るそして真ん中のマリですねこれも人が操ってるんですけどもこれにめがけて飛びつくというところですね非常にこのまあ計約3名で操ってるんですけどもこのチームプレーがすごいあの生きてるなというところで見事に獅子が飛びつくとマリも 跳ねるといったところで、はい、非常にこれ高度な技術が求められるというところですね。大変特徴のある姉妹としてご紹介をいたしました。元部長泉とあと名護屋の川上、であと鳴人ソンのジャというところでも行われてますね。同じ感じ。ただ川上に関しては親父氏って形で普通の姉妹も出ます。それその。 親氏が舞台袖で見てて子供たちが踊ってるよっていうような感じです。まあただこの「伊東で操る獅子舞」って日本全国で見ても珍しくて、まあ、そういう理由からもまあ国の選択を受けてます。はい、これはですねあのちょっと定かではないんですけどただ僕が見せていただいたもので中国の獅子舞に 糸で操るようなものがあったので、おそらく中国経由で沖縄直で来たのかなっていうふうに思ってますね。はい、では続きましてですね、えー、まあ獅子舞にまあつくですね、まあ役としてまあ枠屋っていう役割、またその他についてちょっとご紹介したいと思います。まあ枠屋というのはですね、まあ獅子操とかですね、まあ導入役として えー、つくことがありまして、まあ、必ずしも全ての獅子枚についてるわけではないんですけども、えー、この枠屋が登場するところはまず最初にこの枠屋が出てきてですね、えー、まず、えー、マリを持ってたり法を持ってたりで空手だったりもするんですがその演舞をまず初めにやります。でその後に、まあとに、えー、舞台袖に行って獅子をおびき出す。 といっえとこの「枠屋」っていうのの語源は昔の沖縄の言葉で「枠雲」っていう言葉があるらしいんですけどもその「枠雲」っていうのが何かあのちょっとちょっかいを出すっていう意味らしくて、まあ、そういった言葉からこの「枠屋」という言葉ができたんじゃないかということが言われております。でですねこの「枠屋」紹介したんですけどその他にもですね「猿」が出てきたりですね まあ,あとは鬼,鬼が出てくるところもありますしであと「おほほ」というですねまあこれは医療表なんですけど「おほほ」というちょっと神様的なものが出てきたりですねあとは「薄デーク」といいましてまあ女性がえ太鼓を持って踊るえエンジンの,ですねえっともの芸能があるんですけどもそれがついたりと獅子舞にもさまざまな要素がですねまた付加してですねえその獅子舞をより鮮やかに まあ演出するということでこのように今写真でも載せてますけどもこういった「マリを持った童子がいたりあとはそういったこれも「まり」ですねで同じく「まり」でございますがで「猿」が載ってるというこの「うるましエスのですねとかがあったりまあこういったえまあ役が出てくるということでまたさらに獅子舞の面白みが増すといったこともございます。でで一部例として名護市上がりへの獅子舞を見ていただきたいと思います。 これですね本当にお猿さんが出てくる獅子舞になっておりまして舞台の真ん中にはしごがあるんですけどもその両サイドでお猿さんが遊んでるということですねあそうすると奥から獅子舞が出てきましたちょっと睨みになんか見つめてますけどもちょっと様子を伺ってますね で、獅子が。丸四色なってますね。ちょっと携帯がなってますね。これも、あの、村通りの醍醐味です。なかなか行かないというところなんですけど。はい、えー、ついに、行くか行かない。 猿も気づかないというね。夢中にお釣りはい。行きました。はい、びっくりして <laughs> 木に登るというか <laughs>、はしごに登るというか <laughs>。はい。こういう演出もあってですね。まあ、この演出はちょっと僕も流し上がりえぐらいですよ。ちょっと見たことはないんですけども。もこのようにですね。まあ、えー。猿が。つくというのもこの沖縄の姉妹では何箇所かで見られますので。 はい、これも非常に面白い演出だなと思います。この後は猿はいなくなります。降りてどっか行きます。でシシマイが演舞するというところですね。はい、では続きましてですね、シシマイの音楽と楽器に注目したいと思います。 まあ、これまでですねさ、えー、と様々動画見ていただいたのでだいたいその姉妹の音楽というのは耳で聞いて、えー、分かったかなというところ思いますけども使用される音楽について、えー、見ていきたいと思いますがまずですね、まあ、最も多く使われるのが、まあ、松本節という曲ですね、えー、これはあの歴史の方でも説明しましたけどもその王朝で演じられた姉妹でもです、ね、この松本節は使われてたと。 いうことでございます。またですね、あのう、くんくん氏、やかびくんくん氏といってまあ現存する最高のくんくん氏があるんですけども、そこのくんくん氏を見てみると、この松本節はシシヤマイ節というふうに名前がなってますので、まあ本当にもうやっぱりシシマイで使われる曲ということで、まあ当時としてもですね、認識されていたのかなと思います。あ、すみません、くんくん氏はですね、三親の楽譜です。三親の楽譜父くんくん氏と言います。 はい、でそしてその次に「笠の段」というこちらはですね歌を伴わない簡単な器楽曲ですねこういった「笠の段」そして「空三空」というこちらも同じように短い旋律を何度も繰り返すそういった曲が使われます。それからまあ楽器というところで見ていきたいんですけども楽器としましてはまあ三振であったりまあドラ太鼓笛で指笛そしてホラ「ラガ貝」 でガクと書いてます。でこちらですねピーラルラーと書いてます。このガクですね真ん中に写真がありますけども、えっといわゆるチャルメラですね。まあ、チャルメラを沖縄の方ではガクピーラルラーと言っております。このガクピーラルラーというのは非常にですねあの音が大きい。えっと楽器的に言うとダブルリードと言いまして足を束ねたえものを加えて吹くんですけど、まあ楽器の仲間としては西洋で言うと大声ですね。 オーボエの仲間になるんですがまたちょっとオーボエのちょっと滑らかな音とは違って非常にけたましいですねあの大きい音がします。でこの楽器というのは江戸のぼりといいまして琉球からですね琉球の王が代替わりしたりあとは本土の将軍が代替わりした際に行列を成して江戸まで行って戻ってくるというものがあるんですけどもその先頭でですねこの楽をですね 鳴ららしながら歩いたこれを露地学といいますけれどもこの路地学のです、ね、方でも使用された楽器ということで、まあ、周りにです、ね、その存在を知らしめる楽器として屋内ではなくてどちらかというと屋外で演奏されてきた楽器ということで、まあ、これもです、ね、やはり獅子舞の特徴として、まあ、屋外で演ずるケースも多いのでそういったことから使用されていたのかなと思っております。 ではですね、この楽器の使用例として、技能雑損、松田の姉妹、えー、その冒頭を見てみたいと思います。<music> この今聞こえてますでしょうか。このピーヒャラ、ピーヒャラなってる、この音が。楽ですね、楽の音になります。この楽の。音を。背景にしながら。獅子がですね。郵送に。 幕屋に導かれながら出てくるわけですそしてまた幕の方もですねこれに伴って揺らして大変も大きいあのこの舞台を大きく見せるというところでの演出がまあ音楽そしてこの舞台の演出でということで表現がされております。さらには間々にホラ貝も入ってますね。 こういったです、ねまあ、額を使う獅子舞というのは、まあえー、沖縄本島でも、まあ、そこまで多くはないんですけどもどちらかというとです、ねえー、この宜野座村松田もそうですが金町、まあ、金であったりあとうるま市のです、ねまあ、天岸、えー、といったところで使われてましてどちらかというとです、ね、沖縄本島で言いますと東側に、えー、多く分布しているというふうに、えー、思われます。 ですので、すのこの音楽はですねもしかするとまた首里の方からその路地学は首里で行われてたんですけども、まあ、そういった首里から流れてきたことも考えられますのでそういったつながりもですねこういった楽器からも見て取ることができるわけです。それからですね、まあ、獅子に関して沖縄はですね、まあ、獅子屋といいましてその獅子を治める独特特有のです、ねまあ、建物がございました。 村によっては必ずしも獅子屋ではなくて、まあ、村屋といいまして今でいう公民館ですねその中に収めたりあとはヌルドゥンチといいましてノロさんですね神行事とかを担う女性の役女,女なんですけどもこの方々の屋敷とかにも収められていたんですが、まあ、特徴としてこの獅子屋ですね獅子専門のこの家があったということですね。まあ、載せているのは、各亡き人村であったり、 茶壇町のとということでありますけれどもやはりあの獅子という存在はそんな年に何回もやるものではなくてやはりあの神格的な存在ですのでこの中に納めして年に一度ここから出てきてムラムラを払い清めるといった意味でもこういった獅子屋の存在というのはそういったものをよりあの表しているんではないかなと思っております。で続きましてですね、まあ、獅子の構造ということで載せてますけれども。 まあその獅子の構造についてちょっと見たいえ見てみたいと思います。獅子の構造はですね、主にまあ獅子頭と胴体という部分でできてます。で、獅子頭に関しては軽くて丈夫なですね、まあデイゴの木を用いることが多く、これを加工してまあ獅子頭のですね、上顎下顎部分をそれぞれ製作し連結させると、まあこういったのが主な作り方となっております。それから胴体は細いシロを編んだもの。 にまたはネットなどに場所やまた麻などの繊維ですねを結びつけていって、まあ、その毛の長さは大体2 0ンチぐらいから3 0ンチぐらいになるんですけどもそういったことで獅子、まあ、というのは作られているということが主でございます、はい、でその獅子、ね、を作り手というところで紹介したいんですけども獅子、まあ、もですね村によって村の要するに器用な方がですね 作られるというケースもあるんですけど場合によってはそのいわゆる職人ですねにお願いするということがあるわけです。で今載せているのはあくまで一例ですけども、えー、獅子頭の方は中曽根さんという方ですね、えー、もともと、えー、仏像などを彫っておられた方なんですけどもその方がですね今獅子を彫っている写真を載せております。そそれから、えー、その隣ですけども 松田さんという方なんですがこの方がですね漆の塗りをやっているところです彫り、まあ、をやって形を作ってこの塗り紙によって表情がつけられてですねこの獅子というのは、まあ、今は獅子頭の紹介をしてますけど獅子頭というのは完成されるわけです。そしてですね今のこの制作者であったり、まあ、地元の方であったり獅子の作られ方様々でございますけども まあ、沖縄の姉妹、えーまあ、これもあくまで一例なんですが五谷、えー、さんという方がですね、えーまあ、沖縄中を回られて写真を撮ってるんですがその写真集の中から、えー、使用させていただいております、えー、こちら写真でございますけども、えー、非常に表情豊かですね浦添市実着そして首里の末吉町、えー、寺町で八重瀬町の友寄せというところでどれを見てもですね、まあ、表情が 個性的と言いますかですね、えー、すねごいやはりあの面白いというかですねやっぱりこういったところも獅子舞を見ていく上での楽しみじゃないかなと思います。でこちら下の方も、えー、亡き仁村の方ですねであったり本部長泉であったりで都に行くとまた表情が変わるで石垣白穂に行くとまた変わるというところでまあ市もですね、まあ、約150か所というふうに申しましたけどもこのように 獅子頭だけ見てもこれだけ多彩な獅子獅子舞の楽しみ方があるというところでございます、はい、ではですねこれまで獅子舞の特徴ということでご紹介をさせていただきましたまた次回はですね私の地元になるんですけども浦添市の獅子舞をですね対象にお話をさせていただきたいと思います。 はい、ではまた次回もよろしくお願いいたします。浦添市のこの山村落のですね、まあ獅子舞についてこれだけ多くの方がまあ伝承されているというところが浦添市の特徴となっております。まあ見てて大変可愛らしい、非常に動物的でまあリアルだなというふうに思いますね。